戻ってきたか。うん。うん、そういえばどうなってんだろうな、そっちは。うん、適材適所。まああれはなかなか衝撃的でしたね。うん、確かにね、2人も増えたらね、かなり効率良さそうっすよね。間違いない。うん、まあね、うん、4人組、2人と2人って感じだよね。うん、そうなったらもう最強なんですけどね。お、あらら、あーそっか、恋人が亡くなったから。うん、二日酔い。うん、あらきついかんな。まあ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 、あらら。この人は結構プレイボーイな感じなんかな、どうなんだろう。三下と三ピン、うん、周りさん、高安道房。あー珍しい名前、高安が名字なのか。アルカイク、あ、え、マジか、社長。すごいな。全然でもな、ありそうだよな、そういうこと。プロレス技 DDT とか、シャッチョさんですね。おお、だいぶやり手なんかね、やっぱ青年実業家か。心も綺麗。うん、彼女、ああ、根元が、まあやっぱあれか、結構なんかあんま気にしてないのかなと思ったけど、あ、うん、ちゃんと好きだったんだな。この人にあの顔は見せられないな。うん、まあ関係性から洗っていくと結構真っ先に、うん、鬼の捜査一課、うん、まあちゃんとアリバイとかもしっかりしてるんだろうな。
あともう痕跡がね、現場の、あれは、まあせめて死に目っていうか、姿だけでもっていう。あれは、まあそうだね、一日ですっかりああなっちゃったみたいだからな。これからすごい、なんか言い方がなんかあれだな、ロマンチストの。あ、こっちから行ったんだ。なるほど。席。たくさん連絡したら、かわいい。いいですね。なんか理想のデートだな。レタスさん。殺した犯人か。なんか聞いた感じだと、怪しい感じはしないんだけど。セナ君。あ、こういうのに弱そうだな、確かに。熱い。いいね。おお、若い。さて、自宅なんですけれども、おそばセット、あれうまいよね。燃えるゴミ、燃えないゴミ。燃やしてしまえば。まあ、ショック絶対。まあそうだね、最後に一目っていうのもあるだろうけど、ビール、
写真、過去の思い出。ああ、笠原さん、あの人好きだったな。なんかいい感じになって欲しかったんだけど、まあ、一作目はな、展開がな。自殺。理由か。ああ、なんかね、そうだよね、なんかあるんですよね、なんか心理学的なあれが、挙動がなんか出ちゃうらしいですよね。うん。進展か。なかなか難しい山になりそうですね。また金縛りにならないといいけど。タイムを真っ白。夢か。あーでもそうだね、シャワー浴びてすぐ寝るのが一番気持ちいいような気もする。ん？耳鳴り？あ、来たか。金縛り。深呼吸。おお、いい感じや。ん？なんや。今ゾッとした。びっくりした。え、どこの隙間から見てたんだ。開いてたのかな。同居人。そうよな。いる。ねっとり視線。来た。3回目。
え？カラーボックス。音楽取得率ここで。とんでもね、隙間から目だけって怖えよな。確かに。ゴキブリ。すげえ目だな。この後どうなったんだろう。まあ、寝れなかったろうな。アホグラさん前作にもありましたね。うん、ホグラトーストいいよな。うん、 A 県 N 市のご当地グルメ。ゆで卵、豆。おお。なるほどね。うん。従業員のまかないか。へえ。お客様へサービスしたいというおもてなし心。いいっすね。テイクアウト OK。 すごいなんか楽しそうに話すな。うん、確かに企業努力だな。うん、イメージがいいっすよね。うん、ああ、そうだね。うん、隙間気絶か。そっか、あの後気絶してそのままって感じか。隙間女。怖っ。メジャーな都市伝説。まあ確かによく聞くかな。うん、あー、まあ、やっぱこういうの聞くとベッド下の男を真っ先に思い浮かべてしまうな。うん、都市伝説。ああ、昭和の芸人、江戸時代か。へえ、そんな昔からあるんだ。戸袋、雨戸。ああ、妖怪か。そっか、その類なんかね。
こんなんでも実際自分の身に降りかかったらたまったもんじゃないよな。あー、対処法なんてのは、隙間がなきゃか、ガムテープね。でもまあそうだよな、普通に生活してたら隙間なんかいくらでも。今自分の部屋ざっと見回したけど隙間だらけだな。美人オイル、そうだね、襖もそうだし引き出しもそうだし、まあ状況的にな、多分同じ可能性が高いよね。まあ、しんちゃんはな。練炭自殺か。ああ、まあそうか。僕ちん。まあそういう風に見えてんだろう。まあなあ、でも練炭とかだったら出るよな、多分いろいろ。車内トイレ。なんか集団練炭みたいなのも一時期ありましたね。まあ確かにそうだな。下手なものはね。まあ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 。お、一気に来た。未解決事件か。ディアトロフ、アオゲット、どういう事件なんだ。ロシア、アオゲット、日本の福井。へえ。未解決事件って言ったらまあいろいろありますけどね。あのトイレの下にっていうやつとか結構、タケノコ掘りだったっけ、なんだったっけ、結構有名な。あ、選択肢出んのか。ロシアの事件、こっちが福井、青ゲット。ロシアの事件行きますか、じゃあ。あ、モードに入ったな。ウラル山脈、あー、リーダーの名前なんだ。10人の学生と卒業生。あ、スキーか。冬の雪山かも。この時点でなんかありそうだもんな。登山経験があるから、持病が悪化してリタイア。死に方が妙だった。テント、靴下の足跡。裸足と靴下、なんでそんな状態で。下着姿。杉の木。
へー、2ヶ月は谷の底、うわ比較的まともな服装、はあ、どういうこっちゃ。低体温症か。ん？致命傷？クマ？舌を切り取られてる。内部だけ。なんで？矛盾脱衣。投資する前に異常行動。ああ、そういうやつなんだ。八甲田さん。なんかわけわかんない。パニクっちゃうってことなんかな。雪崩に巻き込まれた。うん。深い谷底から。無難か。え？ロシアの核実験場。これはまた遺体は褐色だった。あー発光 UFO。 核の、あー面白いお話でしたね。あ、時間か。今回はじゃあこれまでですかね。どうしよっかな。今戻ってみてもいいんだけど。もう一個もそうだな。せっかくだから今聞いちゃった方がいいかな。うん。確かに。タイムリミット、ここか。アオゲットの方じゃあ聞いてみましょうか。アオゲット殺人事件。ゲット、ブランケットか。へえ、ゲットって呼んでたんだ。赤いもの。うん。マント、赤マント。うん、赤ゲット。ほう。川沿いの村、村か。あ、こっちも雪なん。ほっかむり。病気になったので来てくれ。青ゲットの男について。うん。番頭の母親。オーゲットの男に頼まれて、借り出されていった。嫌な予感しかしないな。三人。
病気になった者は誰一人いなかった。雪が大量、うわー、まさかり。発見できなかった。ファント、まあ確かに犯人説濃厚だな。うん、うわあ、青ゲッタの男が番頭たち一人ずつ殺して川に投げ捨てて、ああ真面目な男。ああ。迷宮入りか。うん。あ、名乗り出たやつ。ケチな窃盗犯。ああ。そうだよな。そんな。なんか、金品には手をつけてない。売名炎上、なんか今ならなんかいろいろありそうだ。炎上商法ってやつですか。自白、結局謎のままか。これであれか、一緒になるのかな。よし、じゃあ切りが良いのかな。うん、行きましょう。3つ増えてる。小倉トースト。愛知県の喫茶店で提供される朝食メニューで、名古屋飯の一つとして数えられている。小倉トーストはかつて名古屋の境にあった喫茶店三つ葉か誕生した。大正10年、当時流行していたバタートーストを喫茶店のメニューとして提供していたところ、客の学生たちがトーストをぜんざいに浸して食べているのを店主が発見。それならば最初から小倉あんを乗せたトーストのメニューを作ればいいと考察したのが始まりと言われている。ああ、なるほど。小倉トーストは大きく分けて3つのタイプが存在する。1つはバタートーストに小倉あんを乗せるタイプ。2つ目はバタートーストとは別でトッピングとしてあんこがついてくるタイプ。3つ目は食パンにあんこをサンドイッチのように挟み込んだタイプがある。あー、確かにどれも。三つ葉で考案されたのは3番目のタイプであり、名古屋の老舗喫茶店で出される小倉トーストは昔ながらのこのタイプのものが提供されることが多い。なるほどなー。バターとあんこってめっちゃ合いますよね。バター、アンマーガリンとかもすごい好きっすね。ディアトロフ、不当事件、不当じゃないか。ディアトロフ、峠事件ね。そう、最後の不当、不当、ディアトロフ峠事件とは、旧ソ連時代の1959年に起きた、スキーと登山目的でウラル山脈に入ったロシアの大学生らの謎の死を遂げた事件のことである。彼らは1月27日ウラル山脈に入山したものの、帰還予定日を過ぎても下山の形跡が見られなかったため、同年の2月20日に親族たちの依頼によってボランティアの救助隊が捜索を開始。しかし成果がなかったため、軍と警察が捜索に乗り出し、
2月26日地元の言語で死の山と意味するホラーとシャフイン山で全員が変わり果てた姿で発見されることとなる。数ヶ月後に遺体が見つかったものの状態はひどく、胸部や頭部の大きな損傷や目や舌が失われているものがあった。その中に裸の状態の遺体もあり、脱ぎ捨てたと思われる衣服からは放射能が確認されている。放射能。死因は雪崩だとされているもがみ。当時雪崩が起きるほどの切跡がなかったことや、遺体が雪崩の死因である窒息とは異なることから、事件の原因はエイリアンや雪男だと陰謀論が唱えられることが多い。青ゲット事件とは1906年に発生した殺人事件である。2月11日午前5時ごろ、青い毛布をかぶった男が海鮮門屋を訪れ、番頭の男に親戚の者が急病で倒れたのですぐに来てほしいと言ってきた。外は吹雪のようなありさまだったため、番頭は男を信じてついていった。その2時間後、今度は番頭の自宅に青毛布の男が現れ、同様の手口で母を連れ出した。その1時間ほど後に妻をも連れ出した。妻が家を出てからしばらくすると、再び青毛布の男が現れ、今度は子供を連れ出そうとしたが、留守番と子守を任されていた女性が不審に思い、それを拒否した。そして翌朝、いつまで経っても連れ出された3人が戻らないことから事件が発覚。連れ戻された家族たちが次々と死体となって発見されたのである。妻は川底から遺体が発見され、離れた場所の川口付近で母も発見された。しかし番頭の遺体はついに見つかることはできなかった。捜査は暗礁に乗り上げたまま、1921年には時効を迎え、事件は迷宮入りしてしまった。いやー、怖いなー。結局発見されてないし、男もね、不明だったわけですよね。さてと、これ実はこっちに前回の丸棒を、そう、こっちに、そうか、バラバラで、そう、ここもそうだったしな。ちょっと遅くなりましたけど、丸棒を見ていきましょう。丸棒、暴力団に関する事案を取り扱う警視内の組織や刑事のことを通称丸棒という。または暴力団のことや暴力団構成員のことを表す。丸棒の刑事といえば、暴力団と見まがうものが多いと思うが、これには理由がある。暴力団の中には警察との接触を禁止している組織もある。そのため情報収集で暴力団の構成員に近づく丸棒の刑事は服装に配慮をすることになるという。しかし最近では暴力団対策法の影響もあり、見た目が構成員と分かってしまう格好をしている暴力団員も減ってきていると言われる。また警察と暴力団の関係が希薄になってきているとも言われており、従来の方法では内部情報をつかむことが難しくなってきているようだ。
マルフォ捜査もハイテク化が進んでおり、暴力団幹部の動向を24時間カメラで通信傍受などで追っている。幹部の情報は全て記録され捜査に役立つこととなる。あー、まあ昔と今ではやっぱ結構変わってるんですかね。うん、見たまんますごいなんかねえっていう人もだいぶあれなんだろうな。まあそうだよな。まあヤクザとかの、そう、龍が如くとかも見てるとあれなんですけど、結構、最近はだいぶ厳しく、暴対法とかもあるし、っていうあれなんですかね。そもそもなんで丸棒、由来が気になります。なんで丸棒って言うんだろうな。そこもちょっと気になるところなんですけれど、今回はじゃあ、この辺で終わりたいと思います。